こんにちは。今日は司法書士最速合格への道ということで、前回の続きですね。前回最速といいますか6ヶ月で合格を目指す動画の続きになります。はい、テキストはほとんど読まないと、まあ、説明理解するために必要な分だけ読んで、あとは過去問でやるんですけど、だいたい分量のイメージとしましてはここですね。何も塗っていないこの空白の白い部分が過去問だと思ってください。で、赤い部分が、まあ、テキストだとしたら、この青い部分がそれ以外の教材ですね。例えば六法ですとか模擬試験であったりとか記述の雛形ですとか、まあ、そういったところが入ると。で、あとですね、過去問なんですけど、過去問は足別と、まあ、択一と、この択一というのは、まあ、過去問の本試験形式の問題ですね。で、足別というのは一個一個選択肢が問題になっているということで、まあ、それぞれ短所があってですね、足別はやはりですね、関連付けがちょっと難しいと。で、関連付け、まあ、メモリーツリーのような感じですかね。足があった時に、その関連する、また別の知識ですね。これがもうバラバラになっているので、一個一個バラバラで覚えないといけないという、ちょっと関連付けた記憶が難しいということですね。で、択一の場合は、まあ、選択肢が関連している時がありますね。例えばなんですけど、刑法で判例の趣旨に照らして犯罪の成立を考えるような問題があった時に、例えば犯罪が否定されるとした時に、違法性がないからだと、そういう選択肢が1個あった時に、それだけ読むと、あ、これこれと、その答えてしまいそうな時に、後の選択肢を読むと、まあ、責任が否定されるとか書いてると思い出すことがあるんですね。この判例だと責任だったとか、責任が問題になったとか、まあ、そういう選択肢を全部見ることで、まあ、解説を読む前に思い出せる知識があるということですね。まあ、択一の方は。で、択一はただ、やはり問題文が長いので、読むのに時間がかかると。解くのに時間がかかってしまうということで、まあ、ちょっと時短、短く効率よく勉強するのはやや難しいと。いうことになります。はい、ですので、まあ、どちらを取るか一長一短あってですね、数打つのであれば若干ですけどこっちに部があるかなと思います。はい、で、特に重要な分野ですね、まあ、民法ですと抵当権とか、そういった分野はここで択一形式のしっかりした問題を解くのも使い分けるのもありかなと思います。で、過去問なんですけど、平成どれぐらいのボリュームを解くかということなんですけど、できれば平成18年ぐらいまで遡ってほしいなというのが正直なところなんですけど、これより前に遡るのは多分時間的に不可能だと思うんですよ。で、これでもひょっとしたら難しい、そういう場合はできれば20年、平成20年ですね。で、これもちょっと厳しいという方はこちらの22年この辺りはできれば、まあ、もうぜひ死守していただいてたいなというのが本音です。場合によってはこれももうちょっと厳しいという場合は、もう最低死守すべきはもう直近5年ですね。で、あと使い分けるというのもありかなと思います。このあたりの過去問から一応一通り解きはするんですが、集中して繰り返して解くのはもうこの直近5年とか、できれば、その平成24年とか6年とかですね、まあ、最近の過去問までと、いう、そういった使い分けるのもありかなと思います。はい、私ですと使い分けますね。一応一通り平成この辺りから一回直近の過去問まで解くんですが、繰り返して解くのは近5年ですとか平成20何年とか、まあ、できれば遡っていくんですけど、はい、ちょっと時間と相談しながら、おいおい調整しながら解くという感覚ですね。はい、過去問を中心に勉強して、本試験で基準点突破、そして総合点の突破を狙うという方法なんですけど、その過去問の解く感覚ですね、どれぐらい間を空けるかなんですけど、当然間は詰めた方が部があるということなんですが、半年の中でですね、過去問を早く解くのにもやはり限界があってですね、できればですね、10日最初過去問を解いて、次同じ問題を解くまでにできれば10日以上空けないでほしいなというのが本音です。これ以上空くとですね、前に解いた過去問という記憶が、完全にすっ飛んでると思います。できれば1週間なんですけど、1週間は多分前科目手が回らないと
思いますので、1週間難しい時は10日で、できれば10日は守るということですね。で、過去問も繰り返し解くことによって解く時間がどんどん短くなってきますので、できれば3日4日といった風にですね、3日4日に1度その過去問を解くということですねを目指して、最終的に試験の直前日まで持っていくという勉強方法になります。もちろん余裕があれば六法を読んだり、それからテキストを読ん、覚えやすい表とかですね、そういったものを読んで知識を蓄えるという方法も余裕挟んでですね、ただ余裕がないと、ただやっぱりあくまで学習の基本は過去問でやっていくかなと思います。そうでないと多分本試験では結構対応が難しいかなと思います。で、これでやってもですね、やはり最速というのはもう半年というのは本当にですね、限りなく難しいので、この難しい前提でこうどんどん詰めるわけですね。で、限界にぶち当たるんですけども、その限界を超えてどん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 回さないと受からないと、最速での合格は厳しいということですね。ですから詰めて解きまくるということですね。はい、ではまた、さようなら。